半村の先生です。2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半村の先生です。現在ゼロトレーダーは FX 投資となっています。今回 FX の半村の先生の投資方法を紹介いたします。今通貨国をね12通貨国ぐらい表示させております。今稼げるのは GBP/USD になってます。15分足で分析させてます。でこちらをクリックしましょう。で日ですね。でこのインジケーターはこのシグナルからここですね。これは決算と、これは負けたんですね。これはほぼ対ですね。これは勝ちました。まあずっと濃いので分析されてまして、約これで1万80ですか。15分かける1万80ね。だから3ヶ月間ぐらいの分析になります。3ヶ月間の分析ですね。約ね、勝率が 74.8%、 平均利益ピップスが 253.9 ピップスですね。というふうな勝率がね、こういう感じ で実際利益はこの3分の1になります、ね、今後は分かんないんで3分の1じゃない、だから80ピップスぐらいで少ないですけども、確実に稼げるということが強いことですね。ここにシグナル出て、これはね負けですけども、少しねこれは勝ってるわけですね。でこの前にシグナルがあるわけで18個出てるんですね。で、ここは休みですね。休みの取引の時ですね。5時から9時は休みにしてますね。スライドと来るわけですね。どっちが取るのかな。ね、でこういうふうに私の戦略方法、こういうインジケーターなんですね。戦略方法秘密になってますけども、勝率平均の1回の稼ぎ利益が 253.9 ピップスですよと、で実質は3分の1ですよとね。で実質の勝率は 83.3%、 今後の勝率は 74.8% ですよと、評価勝率ですね。で今18個出てるとし、このシグナルがね、これ上とかでしょ、下とかありますよ。これ外れてるわけで、これはタイでしょうね。勝ってる方でしょうね、これはね。ちょっと上だから儲かってないけど、という方法になります。シグナルはね、先生は今保安がね大変でね、人間から大きく攻められてますから、世界一稼げるんですけども、 FX はほぼ無制限にお金稼ぎできます。でこのシグナル通り打つだけですね。他出てないですね、まだ分析がね。他出てないですけれどもね、GBP/USD は出てるわけです。でシグナル通り打ってね、こうね、シグナル通り打って、約ね、これ
これね、こっからここまで1日ですね。こっからここまで1日、シグナル出てから1日後に決算させております。デイトレーですね。デイトレーです。でこの時にね、何ピン打って取引する方法もあるんですけどね、どっちがいいかですね。まあ一個の方がいいでしょう。分かりやすいでしょうね。このようにってきましょう、ね、ここはですね、カットですね、これもね。でこう、これも勝ってる、これだけ負けてるわけですね。と平均で 253.9 ピップス、ね、稼いでますよというの出てます、分析がね。簡単でしょ。ただこのね、シグナの戦略は難しいんで、表示もされてないし、どういう分析してるか各自にね、稼げる戦略方法を、だからもう私は妨害はなければ、妨害はないってことはないけども、保安さえ取れればもういくらでもお金稼げるんですね。保安が大変で、そういうことですね。わかります。で今出てるのは FX ですね、投資ですね。これライブ講座です、リアル講座です。このように勝率と成績に平均の稼ぐ量が出るわけですね。このシグナル通り投資するだけです。毎日ね、シグナルが出たらね、わかります。これだけです。戦略方法はね、ここに表示されてないけども、稼げる勝率とかピプスって出てますよ。これね、赤は出てないんです。答えがね、 49.3% で140個シグナル出てるけど負けてます、マイナス37ピプスですよって出てるんですね。 44.6% で 1.7 ピップスしか、だからスプレッド差で負けちゃうんですね、こんなことしたら。で勝率 74.8% が見つかってるから、これで投資するだけですね。不安だけです。ということで紹介いたします。私は保安さえ取れる分だけは無限にお金が稼げますということね、お金が稼げますという、ね、ふうにもう現実になっておりますということで ね皆様方のように稼ぐ方法とか悩むことは今ないですね。保安だけです。保安が100倍以上仕事がかかってます。稼げる方法は知っております。このように保安力は大変です。警察も全然助けてくれないし、逆だしね、警察の方が泥棒が強いんですよ。役所とか稼げるよ、本当に稼げ、たくさん稼げるようになれ、なりましたね。保安さえ取れればね、全然逆に警察、政府ってのは盗む方に なっちゃいます。だからね、警察って泥棒とかね、とか対処するじゃなくて逆になっちゃうんですね、国の機関は。だから10倍以上保安が大変なんで、このようにね、稼げるわけです。こう
こことここね、この差激しいでしょ。ここはちょっと勝ってるぐらいで、まあタイですね、ほぼね。これはこれもタイみたいなもんですけどね。このように勝率が出て、ね、週7来てから勝ってる勝率で利益平均253ピップスですよって出てるわけですね。ということなんですね。ただ3ヶ月間だけども平均1回のピップスですからね。ということです。ファンこのように FX は楽ですね。このように楽ですね。私もここまで来るのが大変でしたけどね。還暦過ぎちゃいました。もう10月、人生楽しいですけども悪いのがいてね、怪我だけはしないようにといったって危ないです。このように稼ぐ方法はこうやってますね。平均 253.9 ピップス稼げるんです、デイトレイでね。このように販売を先生ね、もう負けなんかないですね。負けなんか負けることないですよ、全然。総合的に3ヶ月間ですけども勝ち進めますよ。そういうことですね。どうもありがとうございます。このように FX はこうやって稼ぐ、半間洋先生、世界バイナリーオプションスペシャリストが投資する FX 投資ですね。株も同じです。このように、ね、コンピューターで分析で自分で稼げる戦略を見つけて入れて勝率を出させるわけですね。この戦略方法は難しいですよ。無数に研究が必要です。時間がかかります。ということですね。どうもありがとうございました。